報道によれば、その CM 出演料は、なんと破格の6000万円以上と言われ、複数の企業が引き抜き合戦を繰り広げているとか。こんにちは、皆さん。今回は、気になるのは、ボシュラムの噂です。前年に平野紫耀がボシュラムの公式アカウントをフォローし、それ以降ボシュラムの CM 出演の噂が広がっています。報道によれば、彼の CM 出演料は、破格の6000万円以上と言われ、 複数の企業が引き抜くために競り合っているとか、果たして、その舞台裏にはどんなドラマが広がっているのでしょうか平野仕様の魅力と人気の理由も見逃せません。整った用姿やダンスの腕前だけでなく、インスタグラムでのフォロワー数や、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約、イブ・サン・ローランのアジアアンバサダー就任など、彼の活動は幅広く、強烈な個性が光ります。これが彼の高い求心力と人気の秘密なのでしょう。 平野紫仕くんの最新 CM 出演にスポットを当て、その舞台裏とファンの期待について探っていきたいと思います。彼の CM はサントーリーや DHU のものともに強烈な印象を残し、購買意欲や興味をかきたてますよね。さて、次なる CM の舞台は一体どこになるのでしょうか最近の CM 出演状況を振り返りましょう。2月10日からは、 サントリー水の新テレビ CM に出演し、同時にデジタルハリウッド大学の CM にも登場しました。これらの CM では、彼は新たな一歩を踏み出し、夢を追い続ける姿勢を見事に表現しています。特にサントリー水の CM では、東京03の角田昭弘さんとの軽妙なやりとりが見どころとなっています。ファンの中には、CM を見て、ますますテレビっ子になりそうだと感じる方も多いことでしょう。一方で、 ファンの反応は絶大です。CM が放送されてわずか30分後には関連ワードがトレンド入れするほどの人気を誇り、YouTube でも多くの視聴があります。ファンからの感想やコメントが次々と寄せられ、その熱狂的な支持が彼の活動に大きな影響を与えています。次なる CM 出演に期待が高まる中、彼がどんな新たな可能性を見せてくれるのか、ファンとしてはワクワクが止まりませんね。 新しい一面やプロジェクトがどんどん広がる平野潮君の活躍に、ますます注目です。